半間陽先生の投資ですね。今日はえー、29日ですね、月曜10月で、投資しました。これは80万ぐらいですね。 OK、 80万の投資、80万と約80万ですね。で、ここにね、RSI のシグナルと、ボリバンジョドの肩幅ボリンジャーってやつなんですけど、僕は開発したいですね。で、いろんな人の、状況で、無料サンプルなんかありますでしょ。そういうのとかで見たりとかして、いろいろ、変えるんですね。よくする。それで、とかオリジナルね、自分のやつ、複合したりして作ったやつですね。で、これ RSI70 と30ですね。で、これから出たと、この赤いね、ホールから。で、出たから落ちるんじゃないか。で、あと、この幅、ボリンジャーバンドというか、肩幅ボリンジャーの方が抜けたかっていうことですね。それで投資なんで15分足でやってみました。でこうですね。でこれ肩幅だから80円でできないかな。ちょっと15分無理かな。ちょっと幅が狭すぎて規制違反になっちゃう。あんまりやると、80以下にするといけないんですよね、一般的にね。やむを得ない時だけ、決算の時やむを得ない時だけなんですけど、ボリンジャーバンドはね、そうなってるんですね。これこうとこうやって、これでモデファイで、戻んないね。ここで見てみましょう。これで見てみましょう。スクープじゃなくて、これで、ちょっと待ってね、見ないと分かんないな。この見たら1000円ぐらいの利益かな。500円ぐらいだな。500円ぐらいにしっときょう1000円だな。それの利益でちょっと見ていきましょう。はい、にゃんちゃんがいてね、かわいいにゃんちゃんがいて、小娘ちゃんってとかね。で、これ1000円だから、これだから800円にしておくね。800円の利益を取って、1万円の前、これでやってみましょう。これね、決算後の家なんですね、これね。ね、800円で利益取りました、15分だからね。8スプレッドぐらいでね、大体。88。ね。だからどこら辺で取れるのか、ここら辺で取れるのか。
ここに書いてあるんですよ。この色から抜けてから次の色またはこの線にぶつかったら決算します、ね、それが一般的。戻ったらまた決算、僕も決算ですね。スプレッドは2ですね、今100円ぐらいだけ、これをこうやっていったらどんどん逃げるんですね。このインジケーターは RSI のパタパンドボリンジャー使ってます、ね、片押しボリンジャーって言ってね、片方に寄せられるようにするんですね、分析で流れの方で。これはライアブ投資です。この小額でもね、小額投資でもだいたい1日5000円ぐらい稼げないとね、3000円か。1日、いや、1日2000円に稼げれば、まあね、ぐらいはやんないと。平均でだから1ヶ月。4万円稼げるような感じでね、練習としてもね、電気代がかかるんで。でこの大きさをねちょっと決めるんですよ。そうするとつながりでねまた出ないように、重なったら出ないようにするわけですから、ここのここで出て、ここまではね、で、ここ、こうでしょ。264円ですね、ピークはね。そう出ます。ゼロよりかプラスになるとカウントされてマックスが出ます。でこの時はね、切っといていいです。もうこう閉じちゃってても音で知らせますから、他の仕事できます。いいですね。まあ次の時間があるんでちょっと様子見ておきましょう。まあ、こんな風にしてね、ちょっと15分、5分はまずいな、15分ぐらいだな、やっぱな。10分ぐらいの方がいいのかな。で、15分ぐらいで見るんでしょ、通常はね。ということでね、まあ、今回30分だったかな。ね、あとですね、1分ではお家のサイクルだからね、非常に分かりやすい。これ使い分けるといいね。ここで出てここで投資すればいいわけですね。これ上でちょっと下がって戻っちゃったからね。プラスラインだって17円ね。でこれがね、このサイクルだね。これはちょっと切っとくからね。
ここに出るからね。これ両方見るよね。これ簡単だから100万ぐらい出りますよ、このインジケーターは。簡単だから。で、一応これね、このインジケーターね、設定今固定にしちゃったから、この幅だけねやってたんだけど、ね、これは分かりやすいね。これはまだ上のサイクルなんでね、気をつけないといけない。まだ上に上がるよという。だから注意しないと。全部上でしょ。これだけ下だね。こんなのが一分だけですね。90円まで。90円。これ200円。3、4、5、6。大体800円ぐらいじゃないとあんまり短いといけないよね。まあ、手に入力だからだいぶ許されるんだけどね。自動売買じゃないと。これ上がっておくと、一応1万ドルね、1万ドル投資してますから、100万に近いですね、投資はね。これに注意だよね、これに注意ね。あ、これ落っこってきた。これが出てきたら強いね。あ、これは15分で見たのか。1分でこうで。いや、これをこうやって見たんだろうね。ね、ここで見るんだよな。これで。ね、この辺でね、落ちればね、素晴らしいって感じですね。とっても難しいからね。とにかくこういう、これは伊藤園だけど、伊藤園がね、一番美味しいね。こちらはね、伊藤園、素晴らしい緑茶。これはおすすめね。伊藤園の緑茶飲んでるんですけど、ね、伊藤園の緑茶飲んでるけど。これは最高ですね。これはね、肩寄りボリンジャー、肩寄せボリンジャーの RSI30 と70で見てるんですよ、肩寄りすぎね。で、この肩寄りを過ぎて、30と70
そしたらこれが出るようになってるね。単純ですからね。カタスボ忍者は秘密、これは難しいです。分かんない方はボリンジャー版で、いやね、これがありますから、これで見てください。これでね、だいたい、あ、これじゃなかった、でまずじゃなかったね、これか、あ、これじゃないわ、これじゃない、ってわけじゃなくてね、これね、撮ってください。これで似たような感じになりますからね。エンベロープね。だいぶ使うけどね。あ、5分でも有効だね。これ2000円ぐらいにしとくかな。これ2000円ぐらいにしとこう。ね、これは簡単だから。これノルマだから2000ぐらいにしとく、うん、届いたかな、ね、2000ぐらいにしときましょう。大体これがねノルマ、1日のノルマで1000円で、小学投資でも試験投資でもマイナスにならない電気代、コンピューターの電気代がかかりますから、それより500円、1000円、1500円、ここら辺だね、この辺でいいみたいな、ね、ペース。そこで2000ぐらいになる。気をつけないといけないのは、まだ上サイクルであるということですね、ここね。ね、これも、ね、これも、これは上サイクル、これも上サイクル、これも上サイクルであると思います。これでどうかですね。これをよく見ててね、それのボリンジャーバンドに RSI のウインカーをつけてるわけですね、上下にね。
で、アルファベットの流れるんで、このウィンカーが繋がってるときはダメなのね。流れていくでしょ。こういう流れをよく掴むということですね。繋がってしっかりね。それが大事。流れちゃってるから。これだとどんどん起こってしょ。で、ここで出てないよっていう感じに掴んでくるわけです。出てくるんですよね。ということなんですね。今日月曜日が初めての1万ドル資金100万円程度の投資ですね。でもうちょっとがっつりこの新しいインジケーターなんでね、調査して資金を10倍に増やすと、そうすると食っていきますね。と約20万ぐらいの40万ぐらいの投資になりますから、で1分足だと状況がつかんで上がったり下がったりするのがよくわかるんで、上がりようあたりやめちゃうのね。ちょっと他の仕事があるんでね、これはダメなんだね、出てこない。動かないんだよ、動かない。ここ違いますね。必ずね、監視はね、一本足はいつも見とくことが大事ですね。ですから、ちゃんと物販的にやるんだったら、今これ全部、少し使ってもらえる。で、メインの、こう、で、ここで操作する。ということですね。だからもう取ってたね。でここはどうかっていうね。なんか。これで見てててね、このシグナルで出してこれで完成ですね。いますね。だから一旦立ち上げた方がいいかな。今ね、あとこれはね。これは簡単な家だから、計算だけですね。資金の設計とね。数千で、
数千とか1万円ぐらいで売れます。数千から。これ立ち上げてね。これ上がってきちゃう可能性があるかなというのを見るわけですね。今365円。難しいところね、うん、ちょっと怖いんでターミナル出しておくね。で この杉ですね。この杉が出たらやめましょうという感じですね。まあ、触ってくれればいいでしょう。というのは、これはね、上なんですよ。だけどガチャガチャ切るとかどこでいいかな、ね。ガチャガチャ切るとかどこでいいかもしれない。これもそうでしょ。これはまだ待ってているね。ガチガチしてる時だから。ね。スイッチもそうでしょ。これで見てるとガチャガチャしてる時だから。だから落ちるでしょって少しはね。だから平気だな。これガチャね。ね。平気だわ、まだね。これでは分かんないね。30分ぐらいで、ね、ガチャ。ね。1時間で見ててもガチャ切ってるから。ね。心配しない。またこのガチャ、ね。平気だってことですね。敵じゃないかと、うん、あのねこのガチャが来てますね。このこれは短いんで難しいけど、このガチャガチャっていうのは少し落ちるんですよ。上がってもこんな風に上がることはあるんですよね。こんなんね、また怒ってるよね。ガチャがある際だから今これ跳ね上がってるけど、うん、心配することないですね。30分ぐらいで見たかな、このガチャがね。こうやって見てみましょう。少しが続きはまたね。